皆さんこんにちは、ウォッチ情熱応援団団長です。本日はロケ動画でございます。幕末ジラールペルゴというブランドとともに水星の時計そのものを日本へと持ち込んだ偉人フランソワペルゴのお墓参りイベントに参加してまいりましたので、その様子お届けしてまいります。横浜元町のコモンタイムさん主催で毎年フランソワの命日に行われているイベント、多くのジラールペルゴファンが集う場となっています。今回参加された方のショートインタビューやリストショットも撮影させていただきましたので、それらもぜひ楽しんでいただければと思います。本日も最後までぜひゆっくりとご覧ください。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。ではまずはフランソワ・ペルゴという人物について簡単ではありますがご紹介していきたいと思います。フランソワはジラール・ペルゴというブランドの創業者ファミリーの一人です。ジラール・ペルゴというブランド、もともとは1791年に時計師ジャン・フランソワ・ボットが工房を構えたことが起源となります。その後1856年よりコンスタン・ジラールとマリー・ペルゴ夫婦へと引き継がれ、現在のブランド名となりました。フランソワ・ペルゴはマリー・ペルゴの弟にあたります。で、このフランソワ、実は日本へスイス製の時計を持ち込んだ最初の人物なんです。もっと言うと、フランソワが日本へやってきた1860年というのは横浜開港の翌年、つまり日本へとやってきた最初のスイス人のうちの一人だったということになります。当時の日本はまだスイスとの国交がなかったため、フランス人として入国したという記録があるそうです。いずれにしても開国したての異国の地を踏むというのは命がけのチャレンジだったことと思います。しかも当時の日本、まだ和時計の時代なんですよね。日の出から日の入り、日の入りから日の出までをそれぞれ6分割するという独特な計時方法が用いられていましたから、12時間 ×2 で表示される西洋の時計、当然ながら受け入れられることはなかった。しかし今はどうでしょう。今こうしてジラールペルゴ、そしてスイス製の時計が我々日本の時計ファンにとって当たり前かつ尊い存在になっているのは、彼の不屈の精神がもたらした結果であると言っても過言ではないと思います。彼の功績を称え、没後140年以上経った今もなおお墓参りへと訪れるファンは後を絶ちません。イベントの主催者であります株式会社チャーミー田中社長にもお話を伺ってみました。私が時計好きでこのお店始めてから、最初の頃からジラールペルゴの取り扱いってしてたんですけど、まあ、その当時は一つの取り扱いブランドっていう位置づけだったんですが、どうやら一族のお墓が横浜にあるらしいぞっていう話を聞いて、扱ってたけどそのフランソワの話とかもう全く分からず、お墓発見して発見した年から一度イベント大きくやったんですよね。わざわざマカルーソさんがお墓参り来てくれたんですよね。そうそう、来てくれたっていうのも変ですね、なんか、どっちのファミリーかわからないです。でみんなでお墓参りしたんですけど、でその後なんとなく命日にこうお墓参りをするようにと、最初は本当に数人でそういえば行かなきゃねって毎年12月の18日命日なんですけど行ってたんですけど、だんだん広がってきて、今はもう我々が午前中にお墓参り行くと、もうお花がお墓にいっぱい置いてあったりとか、っていうような状態になってきて、我々と一緒に行くだけでも30人ぐらいいつも一緒に来ていただけるようになって、まあ、ジラールペルゴが知られてくるとともにやっぱり増えてきてると思いますけど、当時はなかなか理解してもらうのもブランド知らない方が多かったんで少なかったですけどね。
日本に素晴らしい時計を持ってきてくれたフランソワさんに感謝の気持ちと、まあ、尊敬の意味を込めてこう母掃除に参加させていただいたというのはすごく素敵な体験になったなと思っております。横浜市民というところもあるので横浜にすごく縁が深いあのジラルペルゴを購入したいというのが一つ ありましてこの時計に一目惚れをしてあのすぐもう購入をしてしまいました。初めての参加だったんですけども、まあ、オーナーとして参加できたのは本当に光栄に思います。初めて参加させていただいたんですけれども何か時計の歴史に触れられるような非常に感慨深い体験だったなと思って非常に楽しかったです。もともとロレアート自体は憧れではあったんですけれどもまだ早いなというかたまたま知り合いのスタッフの方がお店にいらっしゃるタイミングでこんなのどうですかといつか青い文字盤が欲しいって話をポロッと言ったらこれありますよってさっと出されたのがこれでもうその場で衝動買いみたいな本当に出会いというかなんというかこういう時計つながりでこんな素敵なイベントに参加できてすごく感動しました。良かったです。八つ愛には一目惚れですね。ジラルペルゴというよりも八つ愛というモデルにすごい惹かれてすぐ購入しようと思いました。横浜市民なのでザ・フォーク・クルセダーズやサディスティック・ミカバンドの作詞家としても有名な松山健さんもいらっしゃったのでお話を伺ってみました。フランソワ・ペルゴって人はまだちゃんと日本が開港してない前に来てるんですよ。でスイス人で初めて日本に来た人で最初は国交がないから入れなくて、シンガポールで2年ぐらいかな。それであのフランスの関係者と知り合ってでフランスのパスポートだったと思いますがそれで日本に入ってきた。まあ、ジラルペルゴっていうとポケット時代からの、ね、ブランドですしね。フランスはその日本人は銀色が好きでなかなかあの金の時計売れないってね嘆き節の手紙を本国に送ってるっていうのはね彼はね若干19歳でねアメリカニューヨークにね、まあ、ビジネスのために送られるんですよ、まあ、ニューヨークでは成功してそしたらそうこうするうち日本は どうも開国するらしいぞっていう情報が、まあ、そういう世界に流れるんだね。大きいビジネスチャンスになるだろうっていうんで、まあ、それで本拠のあるルロックに帰るんだけどお前あのもう一働きしてこいっつって日本を目指すんだけど、まあ、さっき言ったみたいに簡単には入れなかったで苦労してでも最初はやっぱりその時間制度が違うからなかなか売れない。そのうち、まあ、日本を対応歴使うようになって少しずつ売れ出したっていう話じゃないかな。まだ日本はねみんなが時計をする時代ではなかったので最初は大変苦戦をしたみたいな話も聞きますね。日本人にとっては西洋の時計はなかなか遠いものだったと思います。フランスは残念なことにね40代で亡くなっちゃうんですね。病気になっちゃってでそのお墓を友人っていうか、まあ、有志が集まって、まあ、彼を悼んで、お墓を建ててそのお墓があったと。でも長い間みんな忘れてたのねそういう歴史もね。
ジラール・ペルゴは長くやっていて、まあ、うちだけの中の話かもしれないんですけども、当時すごく、まあ、女性向けの機械式のものがジラール・ペルゴすごく充実してた時代があって、僕にとっては女性のその機械式時計ってジラール・ペルゴから始まったぐらい、うちの中ではですよ、印象深くて、とにかく評判が良かったのを記憶してますけどね。もちろん男性のファンも多かったんですけど、それと同じぐらいこうご夫婦でとかペアでとかっていう方がいて、そこからこうそのお友達とかって広がった印象がありますけどね。技術に関しては、まあ、昔から歴史の中でも3万6000振動をゼニスと同じ頃に実は開発してたりとか、それからクォーツもセイコーとが出す前、ちょっと前ぐらいか、先進的なことも実はクラシックなだけじゃなくて、ね、意識の強いブランドですよね。せっかくの、ね、歴史を持ってるので、その歴史を生かしながらね、新しいことにもチャレンジしていってほしいし、すごい新しいシステムのコンスタントフォースも作ったりもしてますからね、だからすごい先進的なこともやる会社なので、まあ次に何が出てくるのかなというのを期待してます。はい、といったところで本日はフランソワ・ペルゴのお墓参り、ジラール・ペルゴファンの集いの様子お届けいたしました。ジラール・ペルゴと横浜という街のつながりを深く感じることができる素晴らしいイベントですよね。知らなかったよっていう方も毎年行われていますから、次回はぜひ。以上、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。